LGBTs と共に歩む社会を作る日本の底力。今日のテーマは教育。子どもたちに自分らしく生きてほしいと願う人に話を聞きました。小中学生向けの教材作りを行う小川さんです。よろしくお願いいたします。小川夏樹です。よろしくお願いします。もともと学校の先生だったという小川さん、 LGBTs への理解を深めてもらうため毎年150校もの学校を訪ね、出張授業などを行っているんです。さらに小中学校向けの教材も作ったといいます。こちらですね、よく見ていただくと先生用ハンドブックっていう風に書かれてるんです。中には多様な性って何だろうと名付けた先生向けの教材。でもなぜ生徒ではなく先生向けなんでしょうか。自分自身トランスジェンダー男性で、女性として生まれて女性として生きてきたんですが、高校の時に下の名前で呼ぶ先生がいたんですね。本名が夏子って言うんですけれども、はいはい、で夏子って呼ばれるたんびにちょっと嫌だなって思いながら、はいはい、過ごしていたんですがその先生にこうカミングアウトをした後に呼び方を夏っていう風に変えてくれたんです。あー、なるほど、はい、こうすごく考えてくれたんだなと思って嬉しくなりました。先生たちの理解が深まれば自分のように救われる子どもも増えるはず。あえて先生向けの教材を作ったといいます。そんな小川さんの教材はこんな問題から始まります。最初このワークシートを使ってクイズをするんですね。何ですか。この4匹のアライグマの性別はそれぞれ何だと思いますかっていうクイズなんですけど。はいはい、性別つけるってきっと難しいでしょうね。そうなんです、まさにその通りで、正解は分からない、性別は分からないよねっていうことなんですけれども、実はこれ大人に対してやった時の方がこう固定観念とか既成概念みたいなものが強くなってしまう傾向があるので、気づいていないだけで LGBTs の子どもたちいるかもしれないなって、先生たちに正しい理解をしていただくっていうのがまずは第一歩だと考えているんですね。他にも教材には先生たちには言いづらい学校生活での当事者の悩みが描かれているんです。人に言いづらいで、それはこう言いたくないという場合もありますし、言ってはいけないと思っているっていう場合もあると思います。うんうん、そうなの。さらに小川さんは子どもたちに向け当事者の親がカミングアウトされてどう思うかビデオ教材で紹介しています。これでちゃんと全部話せる関係になったなって思いました。もう一回戻れるなら、気づいたその 5,6 年ぐらいの時に言ってほしい。そしたら一緒に悩めるじゃんね。自分で自分の道を生きていって幸せになってほしいなと思う親も案外多いと思うのね。自分らしく生きる。そして小川さんは子供たちに語りかけます。自分と他の人はこう同じ部分もあるけれども違う部分も持っているっていう考えを常に持っておいてほしいということですね。人と違う部分を持っている自分はおかしいんじゃないかとか、はい、いけないんじゃないかっていうふうに自分を責めることがなくなるといいなというふうに思います。